ビル・マドロック・ジュニアは、アメリカ合衆国、テネシー州出身の元プロ野球選手、野球指導者。メジャーリーグで15年間プレーして、首位打者を4回獲得した後、日本プロ野球のロッテオリオンズで、主に指名打者として1年間プレーした。メジャー時代は闘あふれるプレーで、ファミリーネームに引っ掛けて、マット・ドックの異名を取った。 1969年6月の MLB ドラフトで、セントルイスカージナルスから11巡目で指名されたが、契約せず、1970年1月の MLB2 次ドラフトで、ワシントンセネタースから5巡目で指名され契約。メジャーデビューはチームがテキサスに移転し、レンジャーズとなった後の1973年であった。シーズン終盤21試合に出場して打率。 351を記録したが、シーズン終了後に、ファーガソン・ジェンキンスとの交換トレードで、他の一選手と共にシカゴ・カブスに移籍。1975年には打率、354を記録して、自身初のナショナルリーグ指打者となる。同年、MLB オールスターゲームにも初出場を果たし、ジョン・マトラックと共にその試合の MVP に選ばれた。 翌1976年にも、シーズン最終戦で4アンダを放ち剣、クリフィーシニアを抜いて2年連続首位打者に輝くが、シーズン終了後にサンフランシスコジャイアンツに移籍。ジャイアンツでは1977年、1978年と、いずれも当時のマドロックにしては低打率に終わり、1979年シーズン途中に、ピッツバーグパイレーツに移籍。移籍後は打率。 328と復調して、ウィリー・スター・ジェルやデイブ・パーカーらと共に活躍し、チームをワールドシリーズに導く。ボルチモア・オリオールズとの1979年のワールドシリーズでは打率、375を記録し、ワールドシリーズ制覇に貢献した。1981年1983年にもナショナルリーグ首位打者を獲得し、 カブス時代と合わせて2球団でいずれも2回首位打者を獲得したメジャー史上初の選手になった。1985年シーズン途中には3選手との交換トレードでロサンゼルスドジャースに移籍。1987年シーズン途中にはドジャースを解雇されデトロイトタイガースに移籍。いずれのチームも移籍1年目には地区優勝したがリーグチャンピオンシップシリーズで敗れ。 ワールドシリーズ出場はならなかった。マドロックがメジャーに在籍した1973年から1987年の間にナショナルリーグ首位打者になった右打者はマドロックの他にいない。サンルとして4回の首位打者は1988年にウェードボックスに更新されるまでメジャー歴代最多であった。1970年以降に4回以上。 ナショナルリーグ主打者になった選手は、現時点で他に、トニー・グウィンのみである。1988年、前年に退団したレロン・リーに代わって、ロッテオリオンズに入団した。背番号5、年俸1億3650万円。球団は元メジャーリーガーを手厚く迎えるべく、当時の本拠地川崎球場の一塁、川田区アウト裏に、専用のロッカールームを用意したほどだった。 またマドロックは来日後初めて川崎を訪れた際、狭いフィールドを見るや、この野球場なら50本は打てると思うと豪語。同年シーズンは主に4番指名打者で出場した。しかし年齢的に衰えて速い球に対応できなくなっており、かつての首位打者の片鱗は見えぬまま、打率はシーズン中盤まで2割5分を前後した。不審が続き、 シーズン後半戦には4番打者から6番打者に降格した。リーのような活躍を期待していたファンを大きく裏切る、低調な成績で、川崎球場の外壁には、マドロック立ち入り禁止のある落書きまで現れた。愛子武士の著書によると、指名打者での登場以外では、ベンチューラでテレビゲームをしていたそうである。同年10月19日に、 川崎球場で開催された近鉄バファローズ25.26回戦のダブルヘッダー、いわゆる10.19の第2試合で、先制17号ソロ本塁打を放つなどしたものの、結局シーズン2算では平凡な成績に終わり、1年限りで対談となった。対談時、マドロックは、ボブホーナーは地球の裏側にもう一つの違う野球があったと言ったが、そんなことはない。 日本の野球だって十分立派にやっていると思うと自らの成績の不甲斐なさを嘆きつつ日本野球を表した。ロッテ時代の応援歌はサザエさんの主題歌であった。1998年にボストンレッドソックス参加の一エミシュガンのコーチ2000年から2001年まではデトロイトタイガースの打撃コーチ2003年から2004年までは アメリカ独立リーグのニューワークベアーズの監督2005年は中華職房のラニューベアーズの打撃コーチを務めた対戦相手オリオールズの三塁手は1988年に1シーズンだけヤクルトスワローズに在籍したダグデシンイであった交換相手の一人が r j l ノールズであった ABCDEF2 月7日1988年ロッテの強権 住みは、金100万円なり、スポニチアネックス、ひめくりプロ野球、2018年9月22日閲覧。80年代では、異例の西武黄門時代、育てるスケット、バークレオーとは平成スケット参加、プロ野球志望遊戯、楽天、大久保元監督が、球団社長に激怒、大物スケットをめぐる裏話をバレ、アージは切ってください。と吠いたわけは、 ニフティニュース歌詞は、ドラ猫、サザエさんを、マドロック、アリフジに変えただけであった。ありがとうございます。